じゃあ、どうしよう。次、富士町行きましょう。はい、ではここで明日の朝日杯フューチュリティステークスの富士町をご紹介しましょう。はい。さあさあさあ、先週の阪神ジュベナイルフィリーズの富士町はですね、はい、100% 札幌 1800m デビュー組をクリアする唯一の一頭、5番人気のセレンボッシュが2着と言い切った。素晴らしかったですよね。やっぱ買いづらかったもん、セレンボッシュ。富士町以外に買う理由はなかったですからね。ありがとうございます。はい、で土曜日の中日新聞杯の13番人気早やっこもヒートになりましたし、今日のねミスニューヨークミスターミス中山ミスター中山も来ておりますから、はい、朝日杯お願いします。お願いします。さあ、はい、ではここで富士町はこちらです。勝率 100% 2番人気以下なし、中4周&前走1着、東京マイルを走っていた馬、そしてここもスワブ旋風という感じです。なるほど、詳しく教えてください。はい、まずは勝率 100% 2番人気以下なしですが、はい、朝日杯が阪神で行われるようになった過去9年の勝ち馬のデビュー戦から前走までの単勝人気チェックしてみましょう。9頭全てのレースで2番人気以内に支持されていました。なるほど。つまり阪神で行われるようになってからは勝ち馬の絶対条件になっているんです。絶対条件、はい、100% 系の富士町は先週のステレンボッシュもそうですけどね、かなりヒントになる確率が今までも高かったですから、うん、注目ですが、これをクリアするのがエコロバルツ、ミルテンベルク、ジャンタルマンタル、サトミキラリ、サトミのキラリかな、サトミのキラリ、タガノエルピーダ、ダノンマッキンリーがデビューから人気を背負いながら朝日杯までたどり着いたと、はい、なるほど。そうなんですよ。ちょっといないじゃないですか、ストラウスが。あら、はい、カシウマはこの6頭から出るということですね。まあね、内枠、ね、内枠ばっかりだ。はい、続いて 100% こちら大丈夫ですか。あ、どうぞいいですか。中4周だんだん元気なくなってきた。前走1着ですけども、阪神フューチュリ、あの、こちら朝日杯フューチュリティステークスではここ6年中4周以上の間隔を空けた馬が6連勝中なんですよね、うん、この条件もまあクリアしていたいところですね、うん、さっきの6頭でいうと里見のキラリとダノンマッキンリが中3なので、うん、ちょっと消えて4頭になるって感じですかね、うん、そうですね、はい、さらに阪神で行われるようになった9年の勝ち馬は全て前走が1着なんですよ。なるほどね、うん、ではこのデータで前走 KO 杯2歳ステークス5着だったミルテンベルクが消えて、うん、勝ち馬候補はエコロバルツ、うん、ジャンタルマンタル、タガノエルピーダの3頭になったと。よし、そうです、はい、よし、残ってますね、残ってますね、しぶとく。さらに面白い馬を見つけるヒントがですね、続いてのこの東京マイルを走っていた馬ですが、はい、過去9年で馬券圏内に入った馬の前走の距離チェックしてみましょう。マイルを走っていた馬が27頭中18頭と3分の2を占めていまして、東京のマイルね、そうです、はい、6勝2着6回3着5回でした。さらにその18頭を見るとうち10頭が東京の芝マイルコースを走っていた馬で5勝2着2回3着3回でした、まあ、この条件をクリアした馬は抑えて損はなさそうですかね。なるほど、今回でいうとオーサムストローク1頭、うん、そんなわけないでしょ。いや、そうなん、あ、前走でってこと、うん、前走、あ、前走東京マイルだけ、あら、あら、キャプちゃん大浮上、大浮上した、大浮上はい、オーサムストローク1頭なんですね、うん、坂井隆成騎手はフェブラリーステークスとか、うん、水曜の全日本2歳優勝とか、はい、恐ろしい男ですから、うん、はい、加えておくのはありですよね、当然ね。ちょっとこれ37顔3ね、はいはいはい、はい、そして最後、ま、続き、はい、ここもスワブ旋風ですが、うん、先週の阪神ジュベナイルフィリーズではコラソンビートが3着、うん、スイープフィートが7着と前線しました。初年度3区が大活躍しているスワブリチャード3区、今回も出走してきました。ここもうね、ここではホープフルステークスまで押し続けようと思います。はい、名村フッカーですね、うん、まあ穴としては面白そうですけど、うん、今の馬場どうなんだろうなって感じはしますね、うん、ちょっとね、うん、そうですね、はい、ちなみにこの名村フッカーですけども、今回の出走馬の中で唯一阪神芝コースのマイル以上の距離で勝ち星を挙げている馬なんですよね、うん、まあ、そのあたりも含めて怖い存在です、うん、なるほど、はい、ということで信じるか信じないかはあなた次第です。細かいことは気にせず馬券のヒントにしてみてください。あったありがとうございました。さあ、それではお待たせしました。